ただいまから予算決算委員会を開会いたします。審査順序につきましては、お手元に配布いたしました審査順序の通り進めてまいりたいと思いますので、ご了承を願います。次に委員席の変更についてお諮りいたします。果実の本会において議長の席を30番、副議長の席を29番とし、これに伴う議席の一部変更があったところから、 委員席については、原席に変更することに御意にありませんか御意にないもとを認めます。よって委員席は作用を決せられました。これより審査順序に従い、議事を進めてまいりますが、まず、予算決算委員会における審査の方法について確認いたします。これまで議員全員協議会において確認してまいりましたが、案件の提案流説明につきましては、 本会議において概要説明がなされていることから予算決算委員会における説明は省略することとなりますまた議案に対する総括質疑は本会議において既に終了していることから実施しないことが確認されておりますなお議員全員協議会において確認いただいたとおり予算決算委員会の運営に関する要項に基づき 進めていくことと願いますのでご了承を願います。それまそれでは案件を踏みいたします。議案第85号内指導第92号承認第3号内指導第16号以上の諸案件を一括議題といたします。ただいま踏みしました案件に係る説明については本会議で終了していることから。 提案流の説明を省略いたしたいと思いますがご異議ありませんか満場ご異議ないものと認めますよって作用を決されましたこれより質疑に移りますただいま不義しました案件に対する総括質疑は本会議で終了していることから以上で質疑を打ち切りたいと思いますが御異議ありませんか満場ご異議ないものと認めますよって作用を決されました 次に、案件の各分科各各会分担に移ります。議案第80号内指同第92号、承認第3号内指同第16号については、印刷の上、申し上げているとおり、予算決算委員会、各分科会分担の一覧のとおり、分科会分担とし、審査を進めることにいたしたいと思いますが、ご意にありませんか。います よって採用を決されました。以上で予算決算委員会を閉会いたします。ご苦労さまでした。